こんにちは。バリ島ウブド。こんにちは。こんにちは。はい。こんにちは。バリ島ウブド初オリジナルバック獅子の生島直美です。こちらは専務のヨマン川美さんです。息子の T 君です。おはい、 T 君はあんまり出ないようにお願いします。ひでえとね、今日は、これ録画してますので、今日の日中を言いますけれども、12月の24日、クリスマスイブ、イブイブクリスマスでございます。メリークリスマス。メリークリスマス。ヒンドゥー教徒と仏教徒が、メリークリスマスと言うてるんやけれども、イブでしょ。イブというのはイブイやからイブなわけですけど、イブね、やねんけど、インドネシアではイブってね、IBU ですね。イブって言ったら、こうある程度の年の上の人のね、女の人への継承でございます。おばさん、イブ、ね、まあ、おばさんっていうとなんか日本語ではね、なんか、はい、おばちゃんって言うなっていう感じで、まあ、おばさま、お女性に対する何々さんというある程度の目上の人ですね。まあ20代後半ぐらいね、あんま若い人にイブって言うとあんまり変な感じじゃない、ちょっと変な感じですよね。ジャワ島ではバっていうね、バ、MBAK ですね、ムーンから始まるバッバ、ね、バリ島ではンボって言いますね。インドネシア語ではムーンみたいなのから始まる、空港自体がグラライっていうぐらいですから、いろんなところでちょくちょく言ってますけれども、インドネシア語でしりとりをしてですね、T 君ちょっとうるさいです、ガタガタね。普通しりとりっていうのは「ん」で終わると、その「ん」で始まる言葉がないですから終わるんですけれども、インドネシア語では「ん」とか「ん」で始まる「ん」が「n」ね、「ん」は「m」やねんけど、で始まる単語がありますので、しりとりが終わらないわけですね。ちなみにお葬式のことを「んがべん」と言いますんで、まだまだ「ん」で終わる、で始まる単語があるわけです。うちの専務はですね、私の話を聞かずにですね、横で一生懸命何をやってるのかといえば、帽子を作ってましてですね、これヤシの葉っぱで痛い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 、帽子を作ってまして、この帽子を作るのがすごく難しいらしくって、喋りながらだと作れないんですって言ってるんで、カメラの前にそうですね、いるにもかかわらず、私のことをねあんまり気にせずに、こう編み続けてるっていうのがいいと思うんですけど、12月24日です。私たち最近もね、日本人は西暦でね動くことがやっぱ多くなってきたんですけれども、昔は日本もね旧暦という、昔の暦、旧暦っていうのは、旧はね、なんて言うんでしょう、古い昔の、古いというとまた違うんですけど、まあ昔使われてたっていう感じではね、そういうのでね、歴があったんですよ。だから、カレンダーが、その今のカレンダーあるでしょ、普通の西洋のウエスタンのカレンダーと違う歴だから、例えばバリもウク暦とサカ暦で、ものすごいこの葉っぱで、この匿名の方でお願いしますみたいな、こう私なんとかかんとかから来ましたみたいなのってますが、葉っぱがかぶってますからね、カメラに。ウク暦サカ暦ってありますでしょ、バリは。ウク暦サカ暦っていうのはあるんやけど、日本も昔は違う暦で動いとったんですよ。はいはい。で、ほら、例えば、チャイニーズニューイヤーってあるやん。はいはい。あれの時がニューイヤーやったはずやん。だから、日本も昔は中国とね、同じニューイヤー。そうなので、ニューイヤーやってたんですけれども、最近は違います。ほな、帽子ちょっとかぶってみましょうかね。T 君がこれをかぶれてたんで、これを作ってるわけですね。ちょっと勝手に仕上がる。やってるわけですけれども、あんまり長くなるところアップできませんから、ささっと話しますけれども、今年ガルンガンと言われるバリ島にある、で行われるお盆ですね、いわゆる日本で言えばお盆というものがですね、210日に1回こう、ま、巡ってきまして、210日に1回来るんで、まあ7ヶ月、西暦で言えば7ヶ月に、毎7ヶ月に1回やってくる暦なんですけれども、ちょっとこうジュリーっぽくなってますけど、こうある程度の都市の人にしかわからないジュリーですけれども、210日
うちに一度やってくるガルンガンという、そのちょうど10日後にやってくるクニンガンというお盆の、が今年は26日ですね、26日にガルンガンがやってきまして、その前日がプランパンハンガルンガン、その、今日はプニャジャハン、プニャジャハン、プニャジャハンというのは、はい、お菓子とか、いろいろ、ジャジャハンか、ジャジャの作る、作る日、あ、作る日、今日何、いろんなところで私は、タペとか、いいですね、はい、誰か私に持ってきてくれますかね。今日は作って、明日は、朝持ってきてくれるの、うん、明日はできる、明日はできる、誰かは持ってきてくれるかな。昨日は例えばスタッフの前で言ったらいいかな、昨日はあのバナナとか、あのこうしたり、あの切りしたり、バナナを切ったりとか、フルーツを切ったりする日やったね、なんかちょっと4、5日前になんかあの植木、街の道 の, あの木をすごいみんながぶった切ってた時があったんですけど、そんなも関係あるんですかね、木切る日みたいな、関係ないですか、関係ないですって、はい、そうやってね。で26日がガルンガンっていうのの当日で、前日、前後1日ずつがですね、前後ショーみたいですけど、前後1日ずつも、プランパハンガルンガン、ガルンガン当日ガルンクニス、マニスクニン、ガルンガンという3日3日間がね、結構大体こうお祭りの、本番でなって、それが、今年はクリスマスにあの毎年変わるんですよ。だから西暦と一緒にやってへんから毎年変わるんやけども、それが今年は、25、26、27なんですね。26日がガルンガン当日でですね、実は25、26、明日、明後日ね、クリスマス当日とその翌日の26日が、普段は、うちはガルンガン当日とその前日のプナンパハンが、お休みするんですね。また葉っぱかぶってますよ、葉っぱが。休みなんですけども、クリスマスなのでお客さんもいらっしゃるだろうということでですね、私が張り切ってあの店番をしておりますので、ぜひ来てくださいっていう、この動画がアップされるのは多分それ終わってからだと思うんだけど、まあとにかくですね、そんなこんなで、その前のあたりはね、バリの人たち忙しいんだよね、用意とかでね、準備でね、はい、で今日はジャジャンとか、ジャジャンっていうのはお菓子っていう意味なんですけれども、お菓子を作る今日は日だそうです。あの特に女性がね、いつか蒸しパンとかね、いいですね。で明日はあれでしょ、ラワール作ったり作ったりするんだね。明日はお昼ぐらいに、うちの、あのイブたちがね、はい、あの私店番を一人で、寂しくしてる私に持ってきてくれるんかなと思って楽しみにしていますけど、どうかな、来てくれる、誰か持ってきてるんじゃない、誰か持ってきてくださいと、このあれですね、AD さんからちゃんとしっかり喋ってっていうカンペが来ましたね。見せて、それ見せて、ちゃんとしっかり喋って、しっかり喋ってますよ、何て言ってるんですか、ちゃんとしっかり喋んなさいと、はい、すいません。ということでですね、ガルンガン前の、結構忙しい、まあ、帽子作ってそんな忙しそうに見えへんけどって言われるかもしれませんけれども、ガルンガン前の、バリ島ウブドからお送りしました。なかなか忙しいです、なかなか忙しいやろな、はい、仕事って言ってるからここ来れてるけど、ほんまいろんなとこ行っていろんなことせなあかんねんな。そうですね、すいません、いつもありがとうございます。子供たちは冬休みが特に始まって、ママは、社長としてもママとしても、忙しいございます。そうですね、そろそろ終わりましょうか。巻きが入りました。 AD さん、 ADT 君から巻きが入りましたので、それでは、ここいらで今日は終わりたいと思います。いいですね、ガルンガンのつく間に合った、ガルンガンのバリ島からお送りしました。バイバーイ。おもろいな。